長崎県立国見高等学校は、長崎県運前市国見町平良港にある、公立高等学校。当初、長崎県立島原高等学校の2分校として、設置され、統合で1分校になった後、独立してできた学校である。ブレザー。平成28年で、本校創立50周年を迎えたことにより、デザインが新しく変わっている。成果は、黒のローファー。 校舎内では学年ごとに赤、青、緑と分けられたスクールサンダル、体育館や校庭ではそれぞれスニーカーとなる。サッカー部考古学研究部主な活動の概要拘束は比較的厳しいと言われる。また、毎試験後には一斉服装検査が行われる。また、以下の各校に該当する生徒は事前に 学校側の発行する願い届け書に記入提出し、許可を受けなければならない。遅刻をした際相対、外出を希望する際アルバイトを希望する際バイク、自転車通学を希望する際自動車学校入校、及び運転免許受験を希望する際旅行をする際、大学などのオープンキャンパスに行く際休学、副学、大学、転学を希望する際、ありがとうございます。